見てたよずっと、モネちゃんマジすごぴそのなんかルームなんて言ったらいいんだ、 A チーム、 A ルーム B ルームみたいな感じで分けられとって、そう分けられとって、その同じチームになった人、同じチームだったメンバーと同じそのルームにいる班の方の姿とかしか見えんかったけど、そう自分が脱落した後にずっと見てたよすごい、ほんまにすごい、ベスト8はやばい、アリサと一緒やんベスト8、アリサの数字と一緒やねおかあ花束とチャピチャピさんも花束ありがとう、スイチローさんかわいい、ありがとう、うん、クイズお疲れ、広重さん一緒のルームやったね、イエーイ運命感じてたぞ、やっほー、こんばんは、クイズ終わりました、みんなも一緒にやりましたか、やりました、意外と難しかったぞよ、スマートの意味よくわかんないあれは勘よ、だって賢いじゃんスマートフォンって、まあ少なくともアリサよりは賢いと思ういつもね勉強の時とか頼ってばっかりで、そう少なくともアリサのこの頭脳よりかはあの賢いかなと思ったけ、スマートフォン賢いでしたそうでもあれやね、最初の方はなんかさ、ドドン、あの出してくださいドーンって出す前になんかファンの方がもうボーンってこう出してくれた時、あーってそうフライングでさ出しとってくれたった方とかもおったけ、そっちねみたいなちょっと考え直す時間とかあったよねそうありがてえ、でもだんだん最後の最後になるにつれてもう少なくなったけどね、ドーンみんなドーンって感じだったけわかんねえって感じだったけど、そう楽しかった、2問目で落ちたと何問目までいたっけな、ナナさんと同じとこまでいったふーちゃんのやつがわからんやったふーちゃんの好きな食べ物がわからんやったお、あゆみさんハートありがとう、ハートありがとうございます、ふーちゃんのわからんやった、え、船わかったよアリサ船わかった、パパがね、パパはあの上靴の4番やったっけ、上靴のやつやろとか言っとったけど、そうアリサは絶対これやと思って3番船はね、わかったよ、でも座席のやつとかはわからなかったな、難しい、船わかった、船わかったあ、3問目やったっけ、5、6問目までおった気分やった5、6問目ぐらいまでおった気分やった、3問目やったっけなそんな早かったかあちゃちゃーん、船当たってみてかわいすぎる、お姉ちゃん笑った、でもねあれどん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 こう続いとったらね、すごい意地悪問題とかあったんよ、そう 100何問ぐらいまで行ったら、あの何やったっけ、今日あの今日みんな配信したメンバーね、でね、あの今日の服装であのスカート履いてるメンバーは何人でしょうみたいな問題とかあったんよ、ハンバーグ、昨日の夜ご飯がハンバーグだったメンバーは何人でしょうみたいなそんなん絶対無理やろ笑ったお肉が好きな、え、だよね、なんかお肉だけ浮いとったやん、なんかスイーツ、アイス、ケーキ、なんとかみたいながこう並んどって、お肉みたいな、お肉が一個浮いとったやん、それ選んでしまうやろお肉嫌いな人おらんって思いまひん、お肉嫌いな人おらんよ、マキさんハートありがとう、ありがとう
1枚で脱落した方面白かった浮いてるやつ選びやつ、それな、浮いてるやつ選びやつよね、惑わされてしまうアリサの問題ないやろないやろ急に。おーし、こんばんは。でもなんかズームで見たらなんか暗かった、なんか画面が画面が暗くて、そう、どう、このライトの位置とかをめっちゃ変えよったんよでもね、変わらんかった別に。おーし、おーし、え、みんな暗かったよね、それ なんかみんな暗いけど、まあいいかと思ったけど、ナナさんめっちゃもう神々しかった、もう漏れてるすぎ。そう、ずっと同じルームやったからずっとナナさんの顔見えとったんやけどさ、そう、なんでやろうと思ってアリサ暗かった、めっちゃおーす、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 アリサのプロフランの好きなでも何個か書いとるやろ、新しいのを追加しとるけん、そう、でも絶対的なのはあれやな、ウクレレさんがえ、本当にさ、そう、もう一発ギャグはあんまりはやめてほしいやめてほしいよ。でもマギーさんやったっけあのユミリンがやったマギーさん式だったんよ、アリさんも考えとったのはもともと、そう、ほんまに一発ギャグが出てきたら、そう、唇がでっかくなっちゃったこれやるつもりやったんよ、このマギーさん式がいねそう、唇がでっかくなっちゃったでもやらんでよかったほんまに、そうやろうとしとったのはそのマギーさん式やった、そういいじゃんそう、でもね、アリサの方が先やったけどね、まあかぶることはなかったけど、そう、イジリーさん、イジリーさん、うん、感謝感激ハビバースデーそれな、みんなヒヤヒヤしたでしょ、だってアリサがウクレレで弾けるのって言ったらもう一曲しかないそう、ウクレレで弾けるって言ったらもう一曲しかない「ショールーム始めてるよ、オースオース」、アンジビ来て、そう、アンジビ来てます、ピンポン、うん、持った瞬間びっくりする一曲しか弾けないもんそう、よかった、ありがとうございます、本当に本当にありがとうどんどんどん、クリア面白かった、本当かいな、印象残ってる、本当よかった、起立気をつけ、デデーン、だってハッピーバースデーの長いまあそこで尺をね稼いでもいいけど長すぎるやん、ドゥーン、起立気をつけ、レイ、ありがとうございました、プチって感じ、もう これでそう、いい感じやったいい感じやったよ、ハビバースデー、あ、歌う途中ででもめっちゃオンチの人って思われるやんハビバースデー危ないよ本当にめっちゃオンチな人やなって思われるけもう悲しいうんうんうん、トゥルルルウクレレ可愛いって言われた、本当売れて、よかったよかったよかった、
こんばんは、こんばんは、わんわん、こんばんは、こんばんは。ひとりごとさん、お疲れ、ありがとう。ほぼ毎日やったー。あ、これ持ってきました。ででーん、最後の一本、ラストの冷蔵庫にあったラムネちゃん皆さん、ウルトラクイズ大会お疲れ様でした。キャンパーイ、キャンパーイ。デデーン、そう、ラムネもう開けたそう、もう開ける、今から開けるかと思ったでしょもう開けましたキャンピー、乾杯。そう、ほんま開けようと思ったけど喉乾きすぎてもうね、一口飲んじゃった配信始まる前にもう一口飲んじゃった。うん、おいしい。これこそリモート飲み会ですリモートお食事会、すごいよね。どうやってやるんやろ何食べるんかな、気になる。うん、うまーい。炭酸あるよ、さっき開けたからね3日前に開けたとかじゃないけど、さっき開けたありますよ。うん、うん、料理、どうなんやろね。なんか高級焼肉弁当とか家に配達じゃないそれがいいよね。だってさ、いや、どうせなら同じやつ食べたいもんね。リモートお食事会、同じものをこう食べとるって感じがよくないそう、例えばオムライスを用意してくださいって言われてもさ、こう自分で作ったオムライスなんか買ったオムライスなんかだとなんか違うじゃないですか同じのがいいよね、やっぱり。やほやほー、ラムネシェイク、あー、マックのどんな味なんですか。各自はそうなん、各自一緒なんですか。ありゃ、パワワワワ、ラムネシェイクどんな味お菓子のラムネと、あー、お菓子のラムネパターンね。なるほど、なるほど、なるほど。ソーダみたいな、ラムネというかソーダって感じじゃないそう、高級焼肉それな、高級焼肉弁当お届け物お願いします。そう、パソコン難しかった、パソコンそう、このね、なんだ、たくさんの画面をこう見れるようにさ、パソコンをね、みんなパソコンだったんですけどね、そう、わからん、もう使い方が難しかったよ。お疲れ様、ありがとうございました。はい、歯服がなかったねそれなそう、ナナさんスマホだったなんて。そう、ナナさんはパソコンがなんか動いてくれんかったってそう、リハーサルの時からね、こう頑張ってやってたけどね、できないってなってる。そう、スマホだったけど、みんなパソコンやった慣れたらパソコンの方が楽。そうなんや、すごい、もう楽しびっくり、もう初めてパソコンに自分が映ったの初めてだよ。ナナさんだけ高画質だった。なんでな、スマホジャケとかあるんですか。スマホジャケ高画質とかあるん。そうあ、そういうこと。スマホジャケなんかな、パソコンやったら画質が、確かにパソコンで画質がいいっていうイメージはあんまりない。そういうこと？そ
ういうことめっちゃ暗かったやな、なんでと思って。そうなんかカメラの位置もさ、タブレットだったらここなんですよそうもう横ぐらい、横ここここなんですけど、あの何パソコンやったらここら辺やけめっちゃ上かなーと難しい。もうそうだからこうライトの位置のせいでさ、なんか暗く見えるんかもうようわからんやったそうめっちゃ暗くなかったアリサ、でもみんな暗かったか、そんなわからんか。えズームのえ美容はなんかあれでしょ、漏れる設定みたいになってでしょ。えあれさ、アリサも知らんやったんよそうそうズームにさ漏れる設定があるの知ってました、なんか高画質にするやつみたいな。知らんくない、そんなん意外、すごいよね。なんかそうなんか美肌効果になる感じなんかな、明るさがどうとかどうこうとかじゃなくて、なんかそうフィルターがピュッてかかった感じ基本やねマジで言ってますあれ知らんかったよ、初めて使ったもん。だって悲しい、もう今日で3回目ぐらいやったんやけど、ズームでなんかするの、そう2回ぐらい損しとった、早く教えてって感じそう3回目ぐらいやったんやけど、もう2回ぐらい損しとった、もう悲しい、悲しすぎた悲しい、今更後悔アリサの似顔絵で見たよ見ました、結構似てた、なんか意外と意外と似てた、愛着湧くねショールームはあるよね、ショールームはなんかいつの日か登場してから、そう明るさとか変えれるよね。ヤッホー、お話し会企画、それだ、その美肌効果をね、お庭にさんが教えてくれたりなんで逆に知ってんのって感じじゃない、逆になんで知ってるって感じめっちゃ面白かったんやけどそうこのパソコンのズームをなんか自分のアカウントにできんかったよ、なんかそう生年月日をね入れたらね、なんかねあなたにねズーム使う資格ありませんみたいな言われてからマジ焦ったけどね、昨日の夜ねやりよったんやけどね、こうやらんといけんやんこれと思って、ズームを自分のアカウントにするんみたいななって、そうとりあえず生年月日入れるとこがなったんよね、だから自分の生年月日入れたらなんかそうズーム使う資格ありませんみたいなえっWhat って感じ、年齢制それな、なんで高校1年生やで、使ってええやろ、今時の JK に使わせろ思いません、ズームさん厳しいよ、厳しすぎるうん厳しい、それでそうもうパニクってそうめっちゃ、それでそう鬼まねさんに大変ご迷惑をおかけしました昨日17歳以上だかな、でも普通にさスマホでやったやつはできた気がするよね、できた気がする、それでさあダメだったと思って、なんかそしたら変えればいいじゃん、なんか2004年のところをさ1950年とかなんかそこを変えたらさいけるじゃん、じゃけあのもう一回やりたかったんよ、なのにねそれもできんかったんよなんかもう一回もね入れさせてくれんかった、一回アプリをねズームのアプリをポイって捨ててからもう一回アプリ入れたんよ、そしたらもう一回初めからなるはずじゃん、なのにねまたやろうと思ったら資格ないみたいな、えもうアリサはパソコンのズームとは仲良くなれない
そう、一回アプリ捨ててからもう一回インストールしてからやったのにできんかったよ。ようわからんわ。大変でしたな。機械音痴は大変だよ。機械音痴というかね、私には問題ないよね。アリさんに問題があるわけではない。おいしい。うん、おいしい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。おはわ。確かに1980年ぐらいかな。想像以上に楽しかった。それな、楽しかったです。皆さんも解いてましたか？最初ね、 YouTube のねやつもわからんかったよ。そう、最初ね YouTube ライブの見方もわからんかった。機械落ちすぎて。そう、 ST48 って調べたら出てくるんやと思ってずっと調べとったのに、暗闇の MV とかしか出てこんくてから、ん？これはどういうこと？と思って。そう、それでタブレットで見たかったんや、ほんまは。だけどもう諦めてスマホの Twitter から入った。あ、イモースで調べるんやったんか。 ST48 とかと思った。 YouTube で何回も ST48 ST48 って調べたのになかった。そう、なんか最初の方は YouTube ライブ見ようらんかったけどさ、もうな、残っちゃって感じ。そう、 B グループわーいってとことか何もない。見るものが何もないって感じ。でも焦ったよ本当に。機械音痴は大変だよ。そう、ファミリー劇場、そうファミリー劇場って検索したら出てきたよね。 ST48 のこの YouTube のやつじゃなくてファミリー劇場っていうやつでやってたんやね。それすら知らない。なんかもう焦ってね、え、どうやって YouTube ライブ見んのと思って。ってなった。そう、ライブ見てないとね、全然この同じグループの同じルームにおる人しか見れんくてから。そう、起きたら3時前。焦ったけど全然早い。そうなんかね。なんかね、誰もね、始まる前、そのこの参加されてた方はね見れとったと思うやけどね、始まる前からもうイエーイって感じでやっとったんや。でもその頃ね、大谷マリナがおらんやったんや。そう、大谷マリナがおらんくてからね、そう、めっちゃ面白かった。そう、それでからめっちゃアリサがね LINE したんよね、マリナどこにいるのって。そう、マリナどこいるの、どこって言ったよね。全然記録つかんかったけどね、あ、寝てる、この人寝てる。そう、そしたら当たってました。めっちゃ面白かった。それでさ、そう、しれーっと入ってきたよね。いつの間にかおる。そう、めっちゃ面白かった。全然誰にも気づかれてなかった、多分。あれ、大谷がおらん、大谷となってなかったし、そう、アリサだけだと思ったら気づいてな。マリナおらんやんと思って、そしたらしれーっと入ってきた。めっちゃ面白くてからツボにはまってました。そう、寝ぼけたまま入ってきたんだって。めっちゃおもろかった。気づいたね、それな。誰も気づいてなかった。そうか、このクイズに参加しとる A ルームの方しか多分分からん。アリサと同じルームだった方しか分からん。そう、違うルームの方は見れないからね。そう、めっちゃ面白かった、ほんまに。こんばんは、 YouTube イモース、ありがとうございました。楽
しかった、楽しかったな。運動会いや懐かしい、運動会運動会運動会、お腹空いたよお腹空いたお腹空いたな。こんばんはこんばんは。カンペ作戦え全然やったってないよ役にそう全然アリサの実力よあれは。だってね意外と調べる時間もなかったし調べようとしてないけどね、まずそうまず調べようとしてないけど調べる時間もなかったよね、あんまりそんな余裕ないよね。しかもお助けマンもどこにもいない、ここの部屋に いなかったから、もうこれは実力やーってやった調べちゃいけごめんなさいごめんな。でもさ YouTube ライブ見よったらさ、なんかコメントでもさみんなが4じゃないとか3とか言ってくれるやん、だからだいたいわかるよねそうなんかつい見てしまったもんこれ、ね、YouTube ライブのコメントとかついなんか見てしまったそう面白かった。超能力ね、超能力超能力。ヤスベイさんだるまありがとうございます。だるまありがとう。答えだよそれだタイミングめどんどん。こんばんはヒントというYouTube ライブも見なんか今どの何の画面が映っとるんやろうと思って YouTube 見るやん、そしたらコメント流れるえ4じゃない4じゃないってなってるやん、そしたらあ4かって思うやんそう面白かった。魔法少女魔法使えると思いますか私。トゥルンピロリロリー、あ違う何てっけ、ピロピロリーピロロロロやったっけ、なんやったっけ今日から俺はのやつ、うん、超能力と魔法使い、何が違う超能力はいらんかな、魔法の方がよくない絶対。だってさなんだこのこうただ見つめ合っとるだけでさ、その相手が思っとることとかがさ分かったらさなんか悲しくなる時もあるじゃんそうなんか今あこの人は今つまらないなと思ってあの話をしてるんだなとかさそう悲しくなることもあるじゃん、絶対魔法使いがいいやろそう、ピロリロリーピロリロリーピロリロリー、知らなくてそうだねそうやね、ほうきが浮かぶ魔法ね、あーなるほど、ハリーポッターソリアソリエアソリアこうほうきに乗って飛びたいよね、ビョンビョンビョンだから魔法がいいっす。魔法あ魔女の宅急便、確かに魔女の宅急便、魔女の宅急、お金出したり時間取ったり確かにね、なんか夢がありそう、魔法の方が超能力というかって感じじゃない、そうなんかこう投資できたりでしょ、この中にこの中の箱、あ違う違う、この箱の中身は何でしょうみたいに言われた時にこうスーンってこう中が見えたりしたらさもうどう対応していいか分からんよね、そうこれはちゃんこの答えをちゃんと言うべきなのか、それとも見てないふりをして違うものを言うべきなのかとかそう超能力は意外と難しそうだねあスプーン、あーそれはなんかやってみたいかも、スプーン曲げるやつ
ラムネで乾杯。カランコロン、ビー玉の音が。カランコロン。うん、おいしい。箱の中身はなんじゃろうな。使わなければ、なるほどね。そういう時は、なるほど。ビー玉を出すには、あ、これ割らんといけんな。そうな、確かに出せれんよね。確かに。だってここで止まっとるやつをポンって落としたんやけさ、こっから先はもう出れんよね。確かに。蓋開けたら出るやつあるんかい。あるんかい。蓋外すの、あー、なるほど、この青いところ。あ、そういうこと？あ、確かに。普通に開くやん。普通に開くやんけ。笑った。普通に開くやんけ。なんやねん。普通に開くやんけ。こんな超能力も何もいらんよ。最近のは別に、え、そうなん、ラムネが。今時のラムネか、これは。なんでなんやろ、ビー玉が欲しいお子ちゃまがおるんやろね。ビー玉が欲しいお子ちゃまのために。確かに超能力、これ使おう。それではこのビー玉を取り出してみたいと思います。でれれれれれれ。ないない、向いてない。てれれれれれ。全然隠しながら開けれんわ。てれれれれんてて。パッカーン。ない、全然向いてなかった。難しいね、マジック。マジックってさ、なんか種分かったとしてもさ、その種を分からんようにやるのが難しいよね。わかりますか？そう、こう種が分かったらマジックなんて誰でもできるやん。なんかそんなマジックが起こるなんてありえんやん。絶対種があるじゃないですか。そう、そう、それをさ、こう、わか、いかに分からんようにやるかっていうのが難しいよね。そう、あれ多分ね、いかに分からんようにやるかが多分みんなできたらみんなできるよね。リリリリリリンティケティン。でり、でもなんか脱出チャレンジとかやってみたい。そう、箱に入れられて、こう監禁されて、30秒以内にここから出ますみたいな、脱出ゲームみたいなやりたい。楽しそうじゃない。こんばんみー、こんばんみー。そういうことか、だからプロはそういうことね。なるほど。大掛かりなそう。大掛かりなのが結構お金かかってそうな。そう、そんなスプーン曲げるとかじゃ全然驚かん。そう、箱の中に閉じ込められて、鎖でいっぱいぐるぐる巻きにされて、そう、ちゃんとこう途中まではあの箱の中にカメラつけとって、途中まではこう映すんよ。30秒あるうちの15秒間ぐらいこう映すんよ。え、どうやって出るのってやったら、だから。それでプチューンカメラが消えた後に、あと15秒間経ったら、その箱がボカーンって爆発して、ここでーすやるやつが好き。そう、そういう結構規模のでかいやつがいいね。そう、この30秒もしその秒数以内に出れんかったら、ブカーンって爆発して、そう、あのお亡くなりになられるかもしれないやつが好きやな。
こんばんは、こんばんは。バカラ幻想ドッキリグランプリとかめっちゃ好きよ、アリサ。そう、ドッキリグランプリ見るのめっちゃすごい面白い。芸能人が考えたドッキリグランプリっていうの知ってますか？ドホホドホホドホホホホ。確かにさすがにまずい。それはさすがにまずいぜ。みんなの顔が固まる。固まる。そこは真っ黒になって正解だ。確かに。もうあれ、失敗したなんか科学者みたいな感じのアフロヘアになってドドーンって感じ。ドッキリ、仕掛けられ、どっちが似合っとるかね。ドッキリ仕掛ける方か仕掛けられる方か。モニタリングめっちゃ好き、めっちゃ好き。口が開ける。なるほど、面白い、面白そう。あのね、好きな企画はね、でもね、忘れかけてるのもあるんですけどね、ドッキリグランプリでね、あの芸能人の私服ドッキリっていうのがあるんや。そう、朝おはようございますってこう来たあのタレントさんとかの私服をなんだ、衣装に着替えるじゃないですか。それで衣装になった自分でこう、はい今日も始まりましたとか言うやん。その間に長野さんって分かりますか、芸人のイエーイみたいな、ごはより普通にっていう人がおるんやけど、その人がそのタレントさんが着てきた私服を着て出てくるんよ。めっちゃ面白いけんそれが。そう、ドンキの人、そう意外とね、似合ってるんですよ。それがなんかすんごい細いモデルさんとかが着てきた服とかもなんか着こなしてから出てくるんよ。そう、地味やけどめっちゃ嫌なやつやられたら。ほんまにそんな大規模じゃないけどね、これは地味すぎてあれやけど、やられたらほんまに嫌なやつ。もうその服捨てんといけんぐらい嫌なやつ。めっちゃ面白い、それの反応を見るのがめっちゃ面白い。めっちゃめっちゃ面白い。お気に入り、それ。だって長野さんの着こなしがすごいよ。そう、最初その もちろんその例えば好きな女優さんの綾瀬はるかさんだったら、綾瀬はるかさんがこう私服で登場するシーンが流れるんよ。それで、ああこういう私服なんやなってなるじゃん。そしたら数秒後にはもうそれを、同じ服を長野さんが着とるけんね。そう、また違う、なんかまたちょっと違った可愛さがあるよね。そう、似合ってないことはないよ。そう、全部着こなしとるし、どんなに細いモデルさんの服とかも着てから来るんよ。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。確かにハイブランドのやつだったら悲しいね。悲しい。3回ぐらいクリーニング出すかね。悲しい。逆にせ、それなすごいよね。どうやって帰る、確かにどうやって帰るんやろ。確かにそこまでは分からん。その服着て帰るんか、この衣装、自分が着とる衣装買い取るんかな。もうこれ買わせてくださいとか言いそうじゃない。どうなんやろう。いじりさん寝起きドッキリ、そうなん、面白そう。寝起きドッキリ、寝起きドッキリといえばね、面白いの知ってる、アリス。なんか YouTube で流れてきたのをね、なんやろこれと思って見たらめっちゃ面白かったんやけどね、あの NMB さんの寝起きドッキリだったんでしょうね、多分。で、さえ様が仕掛け人だったんですよ。そう、知
ってる方いるかな。サイ様が本当は仕掛け人で、こう誰よりも早く起きてメイク、髪の毛とかやってメイクしてから、そう、それでは寝起きドッキリに行きたいと思いますみたいな、こう リポーターをする役だったんですよね。そう、あれ普通はさ、なんかまあ一人メンバーがやることもあるけどさ、その何、また別の司会の方とかタレントさんとかがこうやることとかがあるじゃないですか。でもその NMB さんのやつはサエ様がこう仕掛け人だったんですよ。でもサエ様がそのメイク時間になっても起きてこなくてそう、起きてこなかったからね、そう、あの結局その何、寝起きドッキリにこういかんといけん時間になっても起きてこなかったんですよ、仕掛け人が。仕掛け人不在っていうめちゃめちゃ面白かったよ。それで結局なんかカメラマンさんがね行ったんですけど、そう、こうカメラマンさんがこうこっそりこっそり行ったら、扉の開けるのが下手すぎてドンって言ったんやそしたら太田優里さんが起きたんやねそう、それで「えあなたたち誰ですか？」言ったのがめっちゃ面白かったそれで結局はゆうりまるさんがこうリポーター役になってやったっていうわけなんですけどそしたらそのサエ様が「あれ？サエは何してるんだ？」あれ？めっちゃ面白いけん、ほんまにそんなこともあるんやなって思ったアラームいっぱいかけとったのにね、起きれんかったやって仕掛け人不在の寝起きドッキリもある、そういうパターンもあるんやと思ってめっちゃ面白かった、ほんまに笑ったわあれはリポーター交代起きてこんかった、面白くないリポーターが。スケボー君、バラ、パンジェラさん、ハート、おか尊い、ありがとうございます。そう、逆ドッキリよね逆ドッキリやろね、スタッフが一番だけそれな、ある意味逆ドッキリ。あ、予告寝起きドッキリ、あ、知っとる、チームメイトさん明日寝起きドッキリするからなみたいな言われとるんでしょ、もう事前にね。それでどうやるかみたいなやつでしょなるほどね。でもそれもそれでね、まあ嬉しいけどね、心構えはできとるけまあ心構えできてるけど嬉しいけど、まあ困るよね、え、どうするみたいな反応に困るなって感じ、うん、森健銀河さん、バラ、ありがとうございます、ありがとうございます。よくね、確かに、うん、ハードル、確かにハードル上がる、部屋の外に、あ、そうなんや、へー、あんたロケロケみたいなやつでしょ、チームエイトさん見たことある、うん、いつから変わったん、いつも感謝のイエモンさんあれ、お茶ですか、いつからかお茶になられて美味しそうですね部屋の中におらんな、確かにそれは逆にドッキリかけられた感あるね面白い。おっすそう今日は楽しみなことが起きましたそう、でっかいね、めっちゃ面白かった、今日でっかいね、段ボールのね、段ボールで荷物が届いたんですけどね、そのもういらんくなったというかもう使わない段ボールのね、上をね、チャビーくんがめっちゃお気に入りの場所にしてからね、可愛かったんですよ。見てください、このでっかい段ボールが届いたんですけど、この上でぐっすり寝てたのそう、ダンボールの上に乗っかってお気に入りの場所になってここで寝てためっちゃ面白かった、可愛かったよ、ダンボールだからそれだけ捨てずに置いといてあげようと思って
可愛いよね、可愛すぎる。天使、これは天使。いつもそれ寝方可愛いやろ。寝とるところが一番可愛い。起きとるとこも可愛いけど。ダンボールの中？ダンボールの中で寝るの？それはすごい。ダンダダダンダダダン。チャミ見ると和む、嬉しい。なご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 。はい。おいしい。起きてる時、そうそう、ちょっかい出してるだけ、そう。で、あのお相撲さんみたいにこう押しかかりに行くか、こうはっきょい残った残った残ったみたいな。どっちもが前足上げてからも残った残った残ったってやるか、あのいちいちロニーの部屋に入ってクン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 ってやって、そうロニーのお家にあるおもちゃを加えて持ってきたり、もう悪いことばっかりする。ツイッター、待ってね、ロリちゃんの動画ね、どんなのがいい？なんかさ、 TikTok でさ、なんか曲つけてからやるのもいいなって思ったんよ。TikTok になんかハマってはないね。ハマってはないけど、そう、マリナがね、あのこの犬のあの TikToker さんがいるんですけど、めっちゃ可愛い、めっちゃ癒されるよってこう教えてくれたんよ。トイプードルなんか4匹ぐらい飼ってる TikToker さんなんやけどね、そのワンちゃんがめっちゃ可愛い。すごいよ、なんかトイレットペーパーをこう積み上げとるやつをこう飛び越えたり、そう、なんかサーカス団の犬みたいな感じ。すごい子がいるんやけど、そう、そんなんみたいなんかできたらいいかなって思ったけどさ、まだできない、そんなこと。だからもう喧嘩しとるところをただ聞かせたら取るか、寝とるところ、ご飯のところとかやるかって感じ。可愛いよね、 TikTok。 そう、めっちゃ可愛い。なんでこんなことができるんって感じ。そう、なんでこんなことできんの。散歩は行ってないです。散歩はまだ7月ぐらいかな、まだ。そう、注射が残ってまして。そう、注射がまだ全部終わってないからね、いけるのは7月ぐらいですかね。3パターンしかない。パターンが寝とるか喧嘩しとるかご飯食べとるか、3パターンしかない。 TikTok 側の逃げだがりさん。TikTok、 TikTok。 ダダ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 。ピヨタン、久しぶり。覚えてるよ、もちろん、ありがとう。ピヨタン元気やった？トイプードル、そうない、あんまり、そう、散歩させんでいいとか聞いたこと。あのね、ラブラドールレトリバー飼ってる時はね、すごい大変だったんですよ。そう、すんごいすんごい散歩してた。もうめっちゃ歩いてたから、こっちが疲れるみたいな。こっちが疲れますよって感じだったんだけど、そう、ちっちゃいからね、やっぱちっちゃいから、そんな散歩もせんでいいらしいし、なんならもう、なんだ、何だっけ、毎日行かんでも1週間に1回ぐらいでいいらしいよ。そう、ラブラドールの時1日に2回来よったんですよ。1日に2回行ってたの。でもトイプードルなんか1週間に1回ぐらいでいいらしい。あとはもうお部屋の中でいっぱい遊ばしてみたいな、こうボール投げて取りに行かせたりみたいな、そう、いっぱいしたら全然いいんだって。すごくない？もう楽ティーン。楽ティーンすぎて嬉しい。
ラブラドールさん、そう一日に2回やったけんね、ほんまよう歩くなって感じほんまにいつしか私はもう散歩に行かなくなって、でパパとかにもうちゃんと世話せなんで世話せないのってこう怒られるっていうねでもラブラドールはあれアリサじゃなくてチャラーニが飼いたいって言ったんですよ。チャラーニがでっかい犬が欲しいって言ったらしくて、そう飼ったいワンちゃん。だから私に罪はないはずなんですけどね、いつしかもうなんで散歩しないのってこう怒られるようになりましたねそう生まれた時に行ったんかな、え生まれた時にからいたんかな、でもそうそうそう普通にちっちゃい頃からいた、ちっちゃい頃からいたね。チャラーニもこうちっちゃくて、チャラーニもこうギュンってちっちゃくてラブラドールの上にこうまたがって乗っとる写真とかあった。そういや潰れる潰れるって思ったけどね、そんな写真とかもありまして、グーンってちっちゃくて、その乗ってたこう馬みたいにパカラパカラパカラみたいな乗ってるところをカシャって撮ってる写真とかあった。うんそう小さすぎそうさすがにトイプードルには乗れないよ折れちゃう折れちゃう。そうだってね、間違えてというかさ、間違えんけどさ、こう歩いたらさこう後ろついてくるじゃないですか。でもさちょっとさちょっとさ何気をつけんかったらさ足踏んでしまいそうで怖くない？めっちゃそう足ブーンって踏んでしまいそうめっちゃ怖いもん、ほんまに。ラブラドール大型犬です。めっちゃでかい、めっちゃでかかった。キャーンってなんかそめっちゃ可愛い、可愛いとかそう可愛いって思っただけなんだけどね、痛いって言ったのに可愛いって思ったらどんだけ悪魔やねんって思われるけどでも可愛いよね、痛いって言ってる可愛いって思ったらいけんよでもめっちゃ可愛いんだもん。だってすごい高い声で泣く、痛いって感じあごめんごめんって感じごめんめんごーって感じ。布団の中にそうなあ、一緒に寝たりするようになったら確かにそれは怖いなでもねロリーを枕にしようと思ったら逃げられたそうロニーを枕にしてからこうやって寝ようと思ったら、ね、逃げられました。さすがに多分ね自分何身の危険を感じたら多分ね逃げるけね、まあそんな心配せんでも大丈夫やろそんな気づいたら押しつぶしとったみたいなことはないやろ。ああもうと思ったら多分自分からこう逃げるけ大丈夫よ枕にこうやって枕にしようと思ったら逃げられたそう大丈夫、身の危険感じたら自分から逃げる気もう25分だ、早っ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 、1時間は早いですな。今日は7時半で終わりたいと思います。そうお腹が空きましたな、はやーはやはやーん、トロリロリロン、ティロリロン声がガサガサ、今来たコメメンゴーコメメンゴー、パンテラさんハートありがとうございます。ではキャッチフレーズをいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリアリアリサゴーチュコー、はいありがとうございます。高校1年生のアリちゃんこと美濃吉アリサです、イエーイアリありがとう。
ありがとう、ありがとうございます。ではギフトを読みます。マットさん、パンジャラさん、鈴木さん、森健銀河さん、お母パンジャラさん、何やったっけ、イエモンいつも感謝のイエモンさん、ありがとうございます。んーからのヤスベさん、二代目スケモン、スケモンじゃない二代目スケモンさん、ゆりちゃん、まきさん、ひとりごとさん、そういちろうさん、くりちゃん、あゆみちゃん、ちゃびちゃびさん、てっちゃん、うん、まきさん、くま、あ、くま、くまがいない、いた、くまはこっちにやったのです。くま、ありがとう、まきさん、くま、くれてた、気づかなかった、ごめんなさい、くま、ありがとう、くまくま、くま端っこにやってた、どどん、くまの存在がでかすぎてズームやるときに端っこにやってたの、ごめんめんご、ありがとう。それでは壇上いきます。でんでんでん、13位ひとりごとさん、12位てっちゃん、11位福一ローズさん、10位やすべえさん、9位プドさん8位ひでさん、7位ネイビームくん、6位テガー、5位森健銀河さん、4位お母さん、3位バンジェラムスターさん、2位総一郎さん、1位は牧さんです。ありがとうございます。イエーイありがとうございます。ピースパチ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 。今日はあのイモーステレビの企画でクイズ大会がありました。すごいね、ビヨーンってリハーサル、そのクイズに参加されてた方はもうリハーサルからだったから、もうビヨーンってずっと長かったけどありがとうございました。見たよ、ありがとう、見てくれた皆さんもありがとうございました。結構アリサも序盤で脱落したけど楽しかったです。ずっと脱落してからを見てたよ。楽しかった。ありがとうございました。またね、第1弾ってなっとったけど、第2弾とか第3弾、4、5、6弾とか続いたら皆さんもぜひとも参加してください。あー、一発芸。ありがとう。ウクレレ一発芸とかなんか増やそうかな、もっと。なんかいいのあったら教えて、今度みんな。一発芸ってね、なんか一個は持っとかんといけんよな今度いいのあったら教えて、みんな。ウクレレで一発芸作ろう。おやすみね、おし、ありがとう。メールはまだまだ送れるのでどんどん送ります。けどショールームは今日はここまでにしたいと思います。また明日からも頑張りましょう。また明日からもね、月曜日が始まるので頑張りましょう。あしいや、あれ間違えた、地味に間違えた、気をつけやったよねそう、終わってからマリナから LINE 来てからね、気をつけじゃねって姿勢っていう人おらんよって言われた。カメメンガン、あれは地味に間違えてたそう。それではまた明日、ありがとうございました。バイバーイ。イエー。